どうしたんだ。森の様子がおかしい。これ以上おかしくなるってのか。どうなってんだこの森は。森が追ってくる。ブラック、姫を頼む。このままじゃ全滅するぞ。おい、何考えてんだ。自己犠牲というやつですかね。逃げて逃げて、ダッシュ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 。キモすぎるよねこんな。石化が止まらない。二人を先に行かせて自分が引きつけると思ってたらブランク。石化が早く行け。かっこいいな。迫ってくるよ。迫ってきてるよ、チタンさん。迫ってきてますよ。早く逃げて早く逃げて早く逃げて。大丈夫、主人公はこんなところで死なないから。懐かしいシーンだなマジで。いやだから違うんだって、だから画面押しちゃダメなんだって。画面押すと出ちゃうんだよこれ。石化してしまった。そしてブランクも石になってしまったと。余計なことしやがって。ブランク、まあちょっとね助けてあげたいけど無理だったってことだね。大丈夫かなお姫様。全て奴のせいである。仲間が犠牲になったというのにあの態度、もう勘弁ならん。姫様、スタイナ、私助かったんですね。命に代えても姫様をお守りするのがこのスタイナーの務めであります。姫様を助け出したのは俺の腕とビビの黒魔法だぜ。お二人に感謝します。スタイナーかわいそう。ビビとはともかく、そやつにそのようなお言葉は必要ありませぬ。そもそもこのようなことになったのは貴様が姫様をさらったことが原因。確かに。それを後で助けたからといって偉そうにするのは全くお門違いである。よいか、城に戻ったら。スタイナ、私は自分の意志でアレクサンドリア城を出たのです。そう、そこへガーネット姫をさらいに来た俺たちタンタラスと意気投合したってわけさ。それは誠ですか。誠なんですね、この方が言った通りです。まあそういうわけだからさ、仲良くやってこうぜおっさん。貴様とて知っておろうが、この霧の呪われた言われを、この霧特有のモンスターを、心身に異常をもたらすという話を。姫様、このような危険な場所から一刻も早く離れるべきであります。無茶言うなよおっさん。目が覚めたからってまだ彼女の体力が回復したわけじゃないんだぜ。優しいよね、なんだかんだ言ってジタンは優しい。貴様の意見など聞いてはおらん。どっから霧の上に出るつもりなんだ。この一帯は高い崖に囲まれた低地だろ。南ゲートと北ゲートのアーチも今は閉鎖されてるって聞いてるぜ。あて、ないんだな。姫は歩けないほどに弱ってるんだ。おっさんだってフラフラだったろ。あてもなく出発するのはかえって危険なんじゃないかな。確かに。素晴らしい。貴様の指示は、スタイナ。ガーネット姫を守るのは誰の務めだ。それは当然、王宮騎士の自分である。仕方ない。姫さんの体を回復するまで、ここはこのスタイナーが守る。それじゃあよろしくさん。俺たちは上へ出る方法を考えようぜ。そうしましょう。スタイナーさんはなんだかんだ言ってね。まあ最終的に力バカになりますからね。期待してますよ。うわー、懐かしいこのテントの音。もう歩けるようになったのか。いただいたお薬のおかげです。これが森の枠にいたでかいやつを倒したら森が突然狂い出して、これなんかあれだったんだろうね、森のあのが主みたいなのがこうなんかいろいろ抑えてたんだろうね。誰がいなくなっちゃってこうなんか森がこうなんか活性化しちゃったみたいな、そういうやつかな。まあ、なんかこの石化は普通の石化とは違うっていうことみたいなんで、なんとかしてこの石化を解く方法を探そうと。
ブランからもらった地図によれば、ちょうどこの森の南に洞窟がある。その洞窟から霧の上に出ることができるかもしれない。行ってみよう。霧の上にとりあえず出ないといけないね。怖いのか、ガネット。もうちょっといい雰囲気じゃないか。大丈夫、俺がついてるって。ジタン好きだったな俺。なんか来るよ。モーグリでした。ちょっと待つクポ。20年魔の森に住んでるけど、脱出した人を見たのは初めてクポ。すごいクポね、強いクポね。でも調子に乗ってちゃダメクポよ。この先もっともっと強い敵が出るクポ。ワールドに出る前にモグ太郎にいろいろ教わってくるクポ。まあ、これモグ太郎くんが教えて、モグ太郎ってことでいろんなチュートリアルをね、教えてくれるモーグリなんですよ。あんちゃん、今日もいろいろ教えてほしいクポ。よしよし、何でも教えてやるぞ。今日は他に見てるやつもいるし、張り切ってレクチャーしてやる。もうわかった。あんちゃんは本当に物知りだクポ。まあな。出演時間7秒ぐらい。お疲れ様でした。今日お近づきの印にこの笛を君たちにあげるクポ。これでね、ワールドマップでセーブができるようになるという感じですわ。吹くときはモーグリマークを押す。行ってらっしゃいクポ。行ってきます。クポッポ。おさん、寝てんじゃねえぞ。どこだ。みんな行っちゃったクポ。待ってくだされ姫様。おかえり。うわ、懐かしいこの BGM。 霧の大陸、 The Mist Continent。 装備をとっと、あ、ちょっと待って、これの映像もちょっと綺麗になってんじゃん。これちょっと気づいてなかったな。何もないよまだ今はね。これあれか、なんか一人ずつじゃなきゃ押せないんだな。それはちょっとめんどくさいな。で、武器とかは特にまだ何もないってことだよね、多分。特にないと思うので、一旦セーブをしたいと思います。ポロロロトロロロー。セーブ。で、このモグオくんも呼んですぐ返してっていうのをずっと繰り返してると、そのうち変な声出すようになるっていう。この、なんかキャラグラフィック変わったんだな。いいな。さあ、魔の森を抜けて、これかな、これだね。洞窟があるって言ってたからね。この洞窟に入って上に行くと。かわいい、かわいいぞ、なんかかわいいぞ。リスかな、でっかいムー。めんどくさいからもう全員戦うでいいや。カット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 。はい、ということで戦闘はね、まあ基本的に大事な戦闘以外はカットしていこうと思います。氷の洞窟へ。これがその洞窟か。あの、どうしたビビ、氷の洞窟って知ってる？ああ、聞いたことはあるけど、ここがそうなのか？多分魔の森に近いところにあるらしいんだ。私も聞いたことがあります。氷に覆われた美しい場所だそうですね。僕もおじいちゃんから話を聞いただけなんだけど、ここは霧の下から上まで続いている洞窟なんだって。素晴らしい、ビビ殿のおじい様は博識ですな。霧を出した暁にはぜひとも感謝の言葉をお伝えせねば。おじいちゃんからはいろいろ教えてもらったけど、もう死んじゃったんだ。それは知らなかったとはいえ失礼いたした。うん、気にしなくてもいいよ。とにかく行ってみるしかねえな。行ってみましょう。懐かしい。もうこの BGM がさ、ちょっとこう、ちょっとプチ不気味みたいな感じでさ、なんかこう気になっちゃう BGM だったんだよね。懐かしいな。まあ、なんて美しいところなんでしょう。噂には聞いていましたが、これほどまでに美しいとは。綺麗な花、なんていう名前なのかしら。姫様、むやみに触ってはなりませんぞ。どうでもいいけどさ、寒いんだし早く行こうぜ。ほんと寒そうだよ。で、なんかこの風が吹いてるところに、風が吹いてる時に通ろうとすると確かに敵が出るんで、風が吹いてない時に、この消えてる時ね、このタイミングで行くと敵が出てこないと。
ていう感じだった気がする。こういうの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 、風が止んだら行くと。ん？これはビビッビビッ、この壁なんか怪しいな、なんかありそうなんだけど。ビビ、お前の魔法をこの壁にぶっ放してみてくれよってやると、まあ壁がね、氷が溶けるわけですよ、簡単に言えばね。うお、やっぱりな、絶対なんかあると思ったぜ。やっぱこういうさ、なんかこうちょっとしたこうなんか仕掛けとかがまたいいよね、ファイナルファンタジーのいいところだわ。なんか俺はさ、なんかファイナルファンタジーとドラクエで言うと、まあ俺はファイナルファンタジー派なんだけど、なんかあのドラクエってさ、なんか今はもう割となんていうの、すごいストーリーとかも結構重視されてるけどさ、昔はなんかどっちかっていうと冒険をしたい人はドラクエ、ストーリー楽しみたい人はファイナルファンタジーみたいな、そんな感じのイメージが俺の中にあったかな。あ、間違えた、オートにしてた。ここはちょっと普通にやりたいな、めちゃくちゃ。で、まあこの氷の洞窟もそうなんだけどね、このビビさんがね、ビビさんが強いんですよ。ビビがこの魔法の全体攻撃を通常の MP で使うことができるっていうのがね、非常に強い。まあって言っても多少確か攻撃力はダメージは落ちちゃうんだけど、超強いよ、超強い。うん、経験値もいっぱい、おいしいね。で、下から回るのかな。宝箱ゲッツ。急いで、ああ風が吹いちゃった。この風が止んだら行くと。さあちゃっちゃと行こう。ここのボスがね、地味にね最初苦労するんだよな。一番最初の苦労ポイントですわ。ここか。へい。はい。ボフン。いいね。いいね。そして下のアイテムを取れるようになると。メイジマッシャー。ここでメイジマッシャーがね取れるんですよ。本来だったら一番最初に取れるのはここなんだけど、最初にバクーと戦った時に盗んどくと、まあ早めに手に入れることができるというわけですわ。この本当にこの魔法の全体化が超使える。強すぎるわ、マジ強すぎるわ。最初マジビビ無双。まあ、さっきの話の続きだけど、そんなわけで俺はファイナルファンタジーとドラクエだったら俺はファイナルファンタジー派だったな。まあ今でもそうなんだけど、でも結構分かれるよね、やっぱファイナルファンタジーがいいかドラクエがいいかっていうところって。いいね、いいですよ、いいですよ、いいですよ。最近なんかでもあれなんでしょう、ドラクエもすごい、もうなんかすげえストーリーあって結構普通に泣いちゃったりするんでしょうっていうのを聞いてちょっと興味出たんだけど、結局ドラクエってやってなくて。ドラクエのタイトルってなんだっけな、セブンかなんかを途中までやったのと、昔ゲームボーイ版かなんかでドラクエ3をやったぐらいで、あとはやっぱねほとんどやってないんだよね。ここから回るんだったっけ。5分。さあアイテムをきっちり回収してボスに挑もう。ここのボスがさ地味に強いんだよね。で俺が実はその魔の森でレベルを上げてたのはここで戦うからなんですけど、ちょっとね残念なことに、なんだっけ、こっち行くとあれか、セーブができるんだったっけな。あ、
オッケーオッケー。ん、これはボフン。うお、熱いやんけクポー。何さらすんじゃ悪クポー。悪クポーはおもろいよ。動ける。教えてモグ太郎、2時間目。まあ、さっき1時間目が本当にあったかどうかって言ったら微妙だけどな。あんちゃん、今日もいろいろ教えてほしいクポ。よしよし、何でも教えてやるぞ。今日もまたいろいろレクチャーしてやるからな。あんちゃんは本当に物知りだクポ。登場時間また7秒ぐらいってことね。何を言おうとしてるのかね、全然覚えてないけどね。もうグーモに手紙を届けさらしてほしいやんけ、悪クポって。もうくっちゃくちゃくっちゃくちゃ。セーブ。この後のね、戦闘に向けてセーブをしておきます。てててんてんてんててん。このなんか BGM もいいよな。なんか懐かしいわ、昔を思い出す。とってもあとは何もないかな。なんか戻ったら何かあったっけ。なんか何もなかったっけ。何もないか。さあ、じゃあ頑張ってみようか、ボス戦。寒いぜ寒いぜ寒いぜ。ビビ、何やってんだ、早くしないと置いてくぞ。うん、そっちじゃないよビビ。あ、うん、ビビ殿、大丈夫でありますか。ビビ殿、ポロ、何やってんだよ。おっさん、大丈夫じゃないな。二人とも何やってんだよ。ひたすらジタンだけ元気。おっさん、寝てる場合じゃねえだろ。おっさん、ダメか、ガーネットまで。あ、ガーネットも、ガーネット、こっちもダメか。畜生、俺まで眠くなってきちまった。おやすみなさい。チリリン。何の音だ。なんだ今の音は。こっちかなんかあるな。回復をしましょう。ここが地味に難しいんだよな。まあなんとかなるかな。ちょっと頑張ろう。ボス戦がね、いつも大変なんですよ。で、できれば俺盗むも使いたい、盗むもやりたいから、ちゃんと盗んだ上で敵を倒したい。死んでなかったか。黒のワルツ1号、名前がおしゃれ。そのまま眠っていれば苦しまずに済んだものを。この吹雪を起こしてるのはお前なんだな。地味になんかこうちょっとね、この黒魔道士がこういう格好ってのも気になるよね。そういうことだ。もう完全にビビと被ってるからさ、ビビとの関係がすごい気になるよね。リルリルン、懐かしい。そうそうそう、この BGM だよ。超懐かしい。氷の巨人シリオン、いでよ。シリオンがちょっと強えんだよな、地味に。一人で戦わなきゃいけないからさ。とりあえず頑張って盗もう。ブリザード、黒のワルツ1号からまずは盗む。 OKOK、 30ぐらいなら全然いいでしょ。万能薬、マジやばいんだけど、超盗めるじゃん。これやっぱ盗むの確率上げられてんな、多分。基本盗むやったら絶対盗めるぐらいの感じじゃん。シリオンからも一発盗めるでしょ、多分。またウィング、どうなの。ほら、やっぱそうだよ。これやっぱそうだよね。絶対そういうところあるよね。めんどくさいから一回アイテムで回復しとこう。 HP を先に回復させて、 HP マックスの状態からもう戦闘開始みたいな感じで戦いたいと思います。ポーション、 OK。 で、黒のワルツの方に一発攻撃入れとくか。ワルツウィング、痛い。ビシッと一発100はでかいよな、マジで。一発100マジでかい。ファイヤーファイヤー。
ここは一発攻撃してもいいと思うんで、資料にも一発。トランスしたらちょっと全体攻撃ができるから、そのトランスでの攻撃をメインに考えていこう。だから今のうちはね、ちょっと相手の HP を調節しつつ、片方にだけダメージが、あ、そういう感じか。そんなあったな、忘れてたわ。ブリザドゥダメージ、モーション。で、先に黒のワルツを倒さなきゃいけないってことだね。なんかもう全然覚えてねえや。ブリザドゥ、さあダメージは、トランスゲージがちょっとそろそろ溜まっちゃいそうだな。あと3発ぐらいかな、まだ多分大丈夫だと思うんだけど、うん、まだ大丈夫だね。あとちょっと、おい、マジか、そこで避けるのかお前、それはお前辛すぎるだろ。あ、ちょっと溜まっちゃいそうだな。あ、やばい、これ溜まっちゃうな。次でまだ大丈夫かな。まだ大丈夫だね。もう一発もらったら多分溜まっちゃうから、ここはちょっとダメージ管理をしつつ行動の管理をしないといけないね。トランスゲージが溜まって、トランスした状態だと攻撃できる回数って決まってて、その回数を規定の回数以上攻撃できないんだよね。それ以上いっちゃうともうトランスが溶けちゃうから、一旦ちょっとここは待機。一発攻撃されて多分トランスすると思う。ここでおそらくトランスする。来た。で、ダイダルフレームを全体に打つと。で、ダイダルフレームを打った後、黒のワルツが死んだ後にちょっとなんかね、変な技やってくるんだ確か、シリオンが。それで結構ダメージを受ける可能性があるから、 HP を回復しておかないとまずいってやつだね。ダイダルフレーム、どれぐらい食らうかな。シリオン、あとは任せた。オッケー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 。で、ここでわけわからん攻撃、これだよ、津波、これですわ。一回回復するか、一回回復しよう。一回回復して HP を回復しつつ、回復しつつ、もう一発多分トランス攻撃が打てるんで、オッケー、いけるね。ここでダイダルフレームをもう一発打って次に行こう。ダイダルフレームの方が強いのかな、フリーエナジーよりも。多分ダイダルフレームの方が強いだろう。ダイダルフレーム死ね、行ったぜ。危なげなく勝つことができた。よかった、よかった。てー、いや、よかったよかった、勝ててよかった。マジなんか1回か2回ぐらい負けるかなって思ってたんだけど、今俺普通に。おっしゃ、これで吹雪もやんだと。1人目は倒したようでごじゃるが、他の2人が姫を奪い返しておじゃる。誰だ、まあいいか。それよりもあいつら死んでないだろうな。そう、ゾーンとソーンは上にいるんですね。ちょっと不気味だよね、あの二人は。さあ、二人を迎えに行って、あ、ジタン、なんかガーネットがすごいピッチピチの服着てんだよね。なんかすごいちょっとボディーラインが出すぎですよ、ちょっと。いや、皆さん無事だったかい。おい貴様、一体何が起こったのだ。いや、大したことなかったよ。貴様何か隠してるだろう。何もなかったって言ってるだろう。貴様ひょっとして姫様に何かしたのではあるまいな。おいおい、おっさん勘弁してくれよ。スタイナ、何もないと言ってるんです。ジタンに失礼ではないかしら。うん、わかりました。まあ、スタイナーさんね、ちょっと鬱陶しいキャラなんで、まあちょっとね、無事で何よりということで進んでいきましょうか。どうかしましたか。いや、なんでもねえよ。何を考えてたんだろうね、ジタンは。ガーネットに手出しておけばよかったって考えたのかな。なんかそれとも他の何かかな。さあ、ちゃっちゃと行こう。ぐいぐい行こう、ぐいぐい。さあ、一旦これで霧の上に出るので、霧の上に出たら今回はこの辺りで終了してみようかな。そう、霧が良さそうな感じだよね。ただいま、霧の上、やっと霧の上に出られましたね。やっぱり青空の下が一番ですね。お、あそこに村があるぜ。
行きましょう。なんかあの村って前に見たことあるような気が。ジタンはいろんなところに行ったことがあるんですね。私が知っている世界は全て書物の中のことばかりですわ。ジタンが知っている村かもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。おいおい、ちょっと待てよ。ガーネットはお姫様なんだぜ。それってどういうことか分かってんの？今だって追っ手が来てるかもしれないし、姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。貴様何を言うか。姫様がコソコソする必要などない。危ねえじゃねえか。我々はすぐに城に戻るのだから、そんなこと関係なかろう。それに貴様のその態度はなんだ。姫様に対して無礼であろう。その呼び方も改めるのだ。おっさんうるせえよ。あんたには関係ねえだろ。だいたいあんた何様のつもりだ。偉そうにしやがって。喧嘩しちゃうよね、そこはね。二人ともやめなさい。それからスタイナ、私は城に戻るつもりはありません。でも確かにガーネットでは何かと不都合がありそうですね。お尻がちょっとすごいことになってますけど、大丈夫ですかね。それなんか影がさ、そんなとこに影ガンガン描く必要あった。ところでジタン、これは何というのですか。そいつかい。そいつはダガーって言うんだ。それくらいの長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。それより長いのをショートソード、両手持ちの大きい刀はブレード、ダガーより小さいのをナイフ、それから、あ、いや、よくわかりました。好きなのかな、やっぱそういうの、武器集めとか。これはダガーというのですね。姫様、小さくても武具不用意に扱うと危険ですぞ。決めました。これから私が名乗る名前は、で本来ならここでダガーになるんですけど、ここで普通に名前を決めれちゃうわけじゃないですか。でダガー見てわけわかんない名前にすると、ダガーを見てわけわかんないことを思いつく変な人ってことになっちゃうからね。ダガーにしときます。私はこれからダガーと名乗ります。ジタン、これでどうかしら。本当にそれでいいのか。よし、上等だぜ。ダガー、あとはその喋り方だな。俺みたいにさ、砕けた感じになれば文句なしだ。ええ、やってみます。違う、そこはビビならなんて言うかな。うん、頑張るだな。うん、頑張る。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛いよね、本当に。めっちゃ可愛いと思う、マジで。もう一回言うわ、めっちゃ可愛いと思う。ってことでそろそろ行こうか。よし、行きましょう。ファンタジー感のある見た目がすごい好きだったわ、ナインの。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まだまだファイナルファンタジー9続いていきますので、ぜひぜひ皆さん最後までお付き合いください。それではまた。Nope!